算数計算5秒で解ける計算式おまけ問題付きです。では始めましょう。次の計算をしてください。では解説をします。本題の引き算を通分して計算しようとすると大変です。左の括弧内の分数の上下に2をかけて2でくくると2つの括弧内が同じものになるので上のように分数で考えると約分ができ2が正解となります。おまけ問題です。 AB イコール AC、 BC イコール15センチ、面積が75平方センチメートルの三角形 ABC の内部にちょうど収まる正方形の一辺の長さを求めてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。